1号6のセレスピードでございます。8万キロ以内の程度の良い車でございます。車検も万端になっておりまして、33年3月でございます。塗装状態いいですね。オーナー様の愛を感じます。辛い思いをした記憶は少ない気もします。サビは太鼓にはこんな風にありますけども、もちろんちゃんと車検に受かってる状態で、薄サビ程度とお考えください。あ、分かってる方が乗る車ですからね、そこだけはちゃんとご理解いただきたいと思います。これはどこかのですかね、予備部品でしょうかね、もともとついていて外した。綺麗ですね。アルファロメオで 4,5 人で乗ってるって姿あんまり見ないですけどね。大概2人で乗られてることが多いのかなって。あれですよね、いわゆるこのシフトなので、オートマのマニュアルみたいなイメージもあると思いますけどね。これで1になるというですね。なんせ暑いんですよ。揃ってますね、相変わらず揃ってます。もうこういうの基本という感じで揃ってますね。この辺もあれですけどね、ありますね。ちゃんと使いこなしてましたよ。上げる方ばっかだったみたいな感じですかね。下げるよりは上げるが、またいいですよね、このデザインが。なんか後ろについてるエアクリーンフィルターが、なんでしたっけ、エアピュリみたいなのだと思ったら、これは前から出るよ、ここでいじるというですね。常に斬新です。ちょっと硬くなってますかね。ちょっと硬いです。ちょっと硬いですね。まあでも出てるならいいかっていうことね。抜けたくなるのは向きは変えて、よかった。なんかちょっと滑るのを出すと思って、あんまりやりすぎないようにしないといけないのがイタリア人ですよね。いいですね。現在スタッドレスですしね、7万ですし、車検も長いですし、まあ、これからまだまだ乗っていけるものではないでしょうかね。